見てこの看板のデカさ。おお。赤バレですれ違う女子のね、4割ぐらいがみちょぱっぽい。デブルで絡まれた女の子に。やんな。どうやったさーれ。チャリオさーれ。入れましょう。赤バレ。だろ。成績調査。あれ。落ちたで赤バレ。これが赤バレですよ。皆さんね、よーく見てください。おお。まあここはね、もともと西川口と並んで本スノっていうね、本番ができるピットが一昔前は山ほどあったな、都市伝説があったりなかったりということなんですけれども、今の赤羽のサロンはじゃあ一体どうなってるのかというのをね、最後まで見てくれたら分かるようにいたしますので、ぜひともお付き合いください。本当に住みやすい街大賞2019。細かいな、おい。やめなさい。まずはね、あれ見て。米田コーヒー壺八、じゃあ間違いない。見てみよう。クモの巣みたいな作りになってて、なんかもう飲み屋が嫌なほどあるから。おー、渋い店多そうっすね。ほんまに店みんな大好き宮沢薬局やるこれ。いや初めて聞いたけど。いい感じの居酒屋多いっすね。合ってるっすね、服の色と。合ってるね。赤羽はもうどこの脇入ってもこんな感じの景色が多いから。おお。うわ、超うまそうな匂いする。やっぱ飲みたなるやん。はい、飲みたなるですね。おお、これキャバクラっすかね。キャバやから。おお、おい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 、発見してもうたな、これは、はい、コロナ禍に勝てなかったパイ。あ、これピッタロス。潰れちゃったんですかね。緊急事態宣言開けて、あの佇まいお亡くなりになってます。切ない。切ないな。うわ、すごい、ご主人様。あ、うわ、すごい、こっちも、うわ、すごすごい、こんなところに。おちょっと、あれピッタロやな。お、ありました。いや、ちょっと待って、もう雀荘かよ。マージャンルームですね。違いましたね。完全にピッタロかと思った。なんやこれ、看板でかいな、これすごいっすね、これ。うおお、これ何の店ですか、これ。やっぱりイチャバです。おお、安いですね。やっぱりそのイチャを意識させるために、あの一番上にあの三回転って書いてある。ああ、なるほど。三回転すごい。ワンセット50分。これもそうじゃない商品なんでね。おお、イチャバで。でもまあまあまあ、この料金で三回転ワンセット酒飲み放題だったら妥当な値段。ざっとあのマス目数えたら飲みやん。すごいっすね。50点ってこの体積に入れ込む、それが赤羽。看板の手作り感がすごい。2個台風来たら全部上がれるで。おい、あっけんやん。お、あっけんやん。ありました。あ、いや、あってよかったさ。赤羽のピッタロ発見いたしました。第一発見者は私です。はい、こちらチャップですね。チャップよ。おお、もう何もかも見たままチャップでしょ、もう。これね、もうまずこれ看板の大きさ、サイズ、電球のデカさ、すべてチャンピオンサイズ。これがね、チャップでございます。もうすべて書いてあって、迷路会計、今のところまあ夜なんでね、まあ、6000円ということなんですけれども、まあ、ここまでもちろんイベント等があった場合は、もちろん4000円、5000円ぐらいの金額でもちろんできますので、ご安心ください。もうね、
先で100メーター離れたところからでも確認できるこのデカさっていうね。すごい。理解でもできるし、見てこの看板のデカさ。おお。このサイズは大塚のピッサロ以来。赤バレですれ違う女子のね4割ぐらいはみちょぱっぽいですよ。気のせいやと思うねんけど。35億の芸人ファンのやつ嫌ですか。ピッサロ発見。おお。こんなところに。はい、こちらがキューピーというね。おお。いい名前ですね。ここはね、今、まあ、夜の時間帯で今、まあ、7000円というふうになっていますが、まあ、赤羽、ね、ピンサロ伝説、ここもひょっとしたら本作で本番ができるかもしれない。それは自分で確かめてこいよ。数少ないピンサロ。ギャッ。あ、これガールズバース。いや、これパンツ脱いでるっすよ。脱いでるし、スタイルやし、一歩間違えたら抜きやで、これ決まりで、これ結構すごい人多い、めっちゃいるっすね。めちゃめちゃ多いところ、はい、クリスマスでもハロウィンでもないんですけど、はい、ただの平日ですから、なんかメイドさんがうわ、すげえ、ここガール9割はみんなガールズバーしてるからガールズバーすごいっすね。駅前にざっと見て35人いました。そんなですか。ガールズバーとスナックだらけですね。こういうイルミネーションの看板の場合、キャバクラはあんま入ってない。あ、ちょっともう赤羽の住みたがってきたで。いいっすね、こんだけいろいろ店あると。あの2人あれは赤羽の立ち寄りです。おお、そうなんですね。確かになんか日本語喋ってなかったと思う。まあ、交渉次第でってなるけども、よっぽどじゃないとね、ついていかん方がいいかもしれないけど、行きたかったら頑張ってはい、こちらギャラティーネオね。おお、すごい。おお、これです。他も気になるっすね。他もね、気にめちゃめちゃなる。でもね、ギャラティーネオやっぱさすがね、ピンクやからもうバッチリよ。おお。で、こっちの料金も、まあこちらね、やっぱり6,000〜7,000、今は夜なんで、まあ8,000ぐらいってなってますけども、まあ多分ここも割引とかあると思います。そしてね、赤羽はもう女の子は若くてレベル高いんで心配はしなくていいです。ということですわ。ちなみにね、ここは駅から一番離れてる。結構歩きましたね。いや、ほんまにここまで歩いた先にピンサロがあるのか、あるんですっていう場所、それが赤羽のギャラクティーネオ。ここもね、確実に誰にもバレずに入れます。以上、赤羽ピンサロ潜入調査でした。というね、まあ結果としてはまあ3件と、そうですね、まあ、いうことなんですけれども、まあ、3件なんですが、まあ、どの店もしっかり明朗会計でレベルも高くてしっかりした店が、それが3つあるっていうことなんで、あと尋常じゃないぐらい飲み屋がめちゃくちゃあるから、多かったですね。飲み屋めっちゃあるから、みんな飲んでるんでしょ。レベルで頼まれた女の子に、こうやって飲んでる女子も見に来てくれるから、それが赤羽なんでね。なんでね、ぜひともそこはもう飲んで時計見たらまだ終電まで1時間2時間あると、そんな方は例の三軒に寄って帰るのがいいよということでございます。ではではでは、イエイイエイ。誰にもバレずにチャンネル登録お願いします。カメラマン飲み子、あれ YouTube あ、お店やないね。こう言ってる人の9割せえへんから。じゃあね、パーマにまたね。バイバイ。またね。あの子と飲みよう。